ね。なんか面白い番組ないかな。やっほー。うっこんな時、思わぬ番組との出会いがあるといいと思いませんか。高見野さん。お、それがあるんです。本日ご紹介するのはケーブルプラス STV。 ケーブルテレビにこれをつなげると。つなげるとどうなるの。わ、自動でおすすめの番組を紹介してくれるんです。すごい。過去に見た番組からあなたの好みを分析しておすすめをピックアップするから。へえ、なるほど。まだ知らない番組とも出会えちゃう。おお、こんな番組あるんだ。さらに簡単操作でサクサク動くから番組もスムーズに選べます。 YouTube だって専用ボタンで一発起動。おお、ハロー。あれ、いつの間に。さあ、あなたもプラスしませんか。ケーブルプラス STB。